はい、いつもありがとうございます。タカです。今回なんですけれども、今回は、まあ、晩秋から、まあ、冬本番にかけてぜひぜひ狙ってほしい激アツスポットについてちょっと解説していこうと思います。まあ、だいぶ冷え込みもきつくなってますよね。まあ、水温というか気温的にも一桁台とかなってきて、でもっともっとこれがどんどん比例してというか後々にこう水温ってガンガン下がっていくんですけども、で水温下がり始めたら、その、まあ、要するに冬の釣り、その要するにボトムの水温安定しているところを狙ったりとかする釣りになるんですけど、まだまだシャローとかあっさりいいバスって絶対いるので、非常に微妙な時期なんですよね、今釣りとしては。なのでその微妙な中で結局どこを狙ってはいいのかってわからない人って多いんじゃないでしょうか。この動画を見ていただければ厳しい時期でも高確率に1匹釣ることができます。今回実際に実況に行って外せない激アツスポットを見つけたので、まあその晩秋から冬本番に向けて同じようなシチュエーションがあれば必ず狙ってほしいなっていう場所です。では早速まあ動画ご覧になってください。懲りず同じの生きてます。ちょっと増水したかな。落ち葉がすごいですよね。これ落ち葉結構有効に使えそうだな。まあダッチでも巻こうかなと思ったんだけど、まあ、スイムベイトでちょっと探ります。じゃステルススイマはもう巻こうと思ってたんですけどね、まさかの落ち葉ですげえカバーができてるっていう、これは狙わんわけにはいかんすよね。まあちょっとスモラバ薄いんで、スモラバで落としていこうと思います。落ちないか。水もあんま良くなさそうだな。うわ、落ちんな。ちょっと水面アプローチして。いるね、やっぱり。どこか、よいしょ。いい。いて。まあ、そんな大きくはないけど。もうこんなん完全に美味しいですよね。普段はできてない落ち葉のマットというか。
保温性もいいし絶対餌もいっぱいあるし間違いなくいるだろうって感じで落としたくいました。まだいるんじゃないかな。できればでかいの欲しいですよね。ありがとう。バイバイ。よし、いかがだったでしょうか。今回はサイズはそんなに大きくなかったんですけれども、結構そのああいうシチュエーションの時って結構ビッグバスが陣取ってることが多いです。僕も過去にああいうパターンで見つけた時は基本的にやっぱでかいのが多かったなと思います、まあ、今回は落ち葉だったんですけれども、落ち葉じゃなくてまあゴミとか、その例えば風が吹いたりとかでこう寄せられて、あのそういうゴミだまりができてる部分とかってめちゃめちゃ熱いので、まあ、覚えておいてほしいです、まあ、急にできたカバーですよね。その普段はないけど急にそういう状況が変わった時にできたカバーっていうのは非常に熱いので、まあ、自分の通うフィールドにそういう状況がいつもと違うなって場所があればもう必ず狙ってほしいいいポイントだと思うので、ぜひぜひ狙ってみてください。はい、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。